泣いてるってば。泣いてるよ。泣くだよ。泣いてないんだよ。赤い千草です。何のことだって、何のことかわからないなってきましたね。本当ですね。そろそろ、はい、他の技を持ちてください。先生、お手本見せてください。はい、なんか一番すごそうなの。先生はですね、ちょっと腰の調子が悪いんでね。先生、先生の一番好きな技を一つ、二人で。二人でね、うん、この中でですね、ジャーマンスープレックス。お前、ジャーマンがどういうのか分かってるんだろう。メスカンガリアン。心が流れてくる、俺を。そしたら、あやけ選手が私にキックやってくれます。そしたら、キック。キックね。これはですね、やる方が痛いという。そうですね。はい、ちょっと上着でいいのかな。よくと。ダメよ、みんな煽りがなきゃやらないよ。女子プロレスファンの皆さん、ご機嫌いかがでございますか。今日は東北は仙台にやってまいりました。素敵なゲストの皆さんをお迎えしておりますが、そのご紹介は後ほどということにいたしまして、今日は森の都仙台をちょっと皆さんにご紹介して、こういうふうに思っております。7月の15日に、まあ、日本では9番目だそうでございますけどもね、東北では初めて、地下鉄が開業いたしました。この地下鉄なんですけども、とってもやはり綺麗ですね。16の駅があるそうでございましてね、始発はこの仙台の富沢というところなんですけどもね、終点がお隣の和泉市のですね、八乙女なんですね。初めから終わりまで乗りますと27分間だそうでございましてね、今この地下鉄開業のニュースですね、地元仙台は湧いているようなんですね。それからもう一つ、まあ湧いていると言いますか、ブームと言いますか、今や政宗ブームはもう大変なもんでございますね。この宮城県スポーツセンターのちょうど前がですね、青葉城ということになってますね。私たちは広瀬川を渡りまして右の方に、来てこの宮城県スポーツセンターにやってまいりましたが、左の方に行きますとすぐ青葉城、こういうことなんですね。政宗ブームまだ相当続きそうでございます。観光客ももう倍増というような勢いでございましてね、これまた脇に湧いているわけです。それから鮎が解禁になっておりますね。もう町の真ん中を流れるですね、こういった川で鮎が取れるっていうのはもう全国でも大変珍しいこと。いかに仙台が三市水明の地であるか、こういうのを立証しているわけでございます。それから駅前にですね、ガス灯が今できておりましてね、全国でも一番多い87基だそうでございますね。まあこういった意味でも今仙台はですね、多くの観光客に大いに楽しんでいただいている、こういうところです。今日は一つ女子プロで仙台の皆さん大いに湧いていただきたい、楽しんでいただきたいと、こういうふうに思って。さてお待たせいたしました。それでは今日のゲストのご紹介です。まずデイリースポーツ運動部の宮本久夫記者でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はクラッシュギャルズがメインイベントに登場してきますですね。そうですね。コンビを組んで、はい、まあ、アスカ長代もね、はい、ちょうどこの夏で結成から丸4年になるんですよね。はいはい。まあ、一時は解散状態だったんですけども、まあ、今年1月にようやく、まあ、再びドッキングしまして、そうですね、今年で今日がちょうど3回目ですから、あ、まあ、秋のタッグリーグ戦へ向けてね、はい、非常にいいファイトが見られるんじゃないでしょうか。仙台のファンにとってはね、またとない贈り物だと思いますね。そして今日のゲストでございます、井森美幸ちゃんです。どうぞよろしくお願いいたします。美幸ちゃんはもう女子プロレス3回目ぐらいかな。3回目です。この前は大阪の方に、はいはいはい、ね、行かせていただきました。今日もまた小倉選手の応援ですか。そうですね、ね、やっぱり同県人なんで、そうですよね。群馬はみゆきちゃんはどちらだったっけ。群馬の下仁田ですね。下仁田、あまり聞いたことないですね。あ、そうですか。でも軽井沢に行くのに結構最近 ね、近道でちょっと、ね、なんか小柄文次郎かなんか出たのとこじゃないんですか。あ、そうなんです。いやいや、あ、本当にそうなの。そうなんです。あ、そうですか。そこなんです。横にいらっしゃる今日のゲストの方、群馬県を代表する、ね、隣にいたくないんですけれども、同郷人でしょ。そうなんです、ね、段信也さんでございます。どうもこんにちは。私の場合はですね、はい、下仁田というのは電車が通っておりますよ、はい、長崎から、はい、終点なんです、はい、どん詰まりなんです。どん詰まり、はい、ただ立地条件として体に近いと言ったので、
で今日はちょっとバシッと夏でございます。なんか決めてきてますけども何かあったんですか。ちょっと中曽根さんに呼ばれましてね。あれ10月の引退かなんかで相談を受けたんですか。あ、そういうことじゃなくてです、ね、そういうことじゃない、年に1回なんですけど、いろいろとあのなんか作家の人ですとか、はいはいはい、芸術文化に活躍された人たちが、はい、招待状が来ましてね、年に1回ぐらいですね。一応なんとなく私もああいう仲間入りになった、本物になったかなっていう錯覚を覚えます。まあそんなことで、あのやっぱり長代なんかがやっぱりこう新人の頃ね、誰がスターになるだろうと思っていろいろ見てましたけど、やっぱり同県人として、まあ小倉をね、今後どうなるかとかっていうのをやっぱ興味津々でこれからも見ていきたいと思います。小倉由美選手、これは頑張らなくちゃいけないという感じになってまいりますけどもね。さて、こちらの方はジャガー横田さんでございます。よろしく。よろしくお願いします。ジャガー。はい。盲腸だって。そうなんですよ。2週間ぐらい前に。うん。もう今大丈夫なの？もうピンピンして早く体を動かしたいなと思ってるんですけどね。はい。まあしかしジャガーが盲腸になるなんてね、思わなかった。そうなんですよ。さすが私も盲腸にはかなわなかったです ね。しかしね、手術したくなかったんですけど。逆にあの盲腸がついてたっていうのを分かって安心しました。安心しましたね。ないかと思ったんですけどね。はい、何ね。そういったジャガー横田、本当にご安心ください。そしてもう一人、フジテレビの風雲児でございますね、三宅正宗アナウンサーでございますけどね、正春でございますけどもね、現場をかき回すだけと言われておりますけども ねしかし、まあ、プッツンからほら風雲児に昇格したんだから少し格上げされましたですね、はい、今日はですね、チーム対抗戦、後期に入りましてですね、ちょっとルールが変わりまして、あのちょっとややこしいんですね、後で後ほどゆっくりと皆さんの方にお知らせしたいと思います。女子プロレスの中継もですね、何かもうプロ野球の中継みたいにね、ベンチレポーターが必要になってまいりまして、今日は三宅アナウンサーに大いに活躍してもらおうと、こういうふうに思っております。さあそれでは一つ宮城県スポーツセンター中に入りましょうかね、はい、皆さんもどうぞ。さあこの20分一本勝負は面白い試合になりそうであります。ベルベットマッキンタイヤ、もう日本にはこれが5回目であります。日本のファンにもおなじみです。なかなかあの綺麗な、しかもあの、ダンさんね、ベアフットの女王と言われてましたね、いつもあの裸足で登場してる。そうなんです ね、 ね、ですからあの攻撃なんかはですね、やはり相当に強烈なものを持ってますよ。あっと逆に、しかし長織和也キックで返しました。さあお互いに力比べ、しかし体は細いんですけどもね、ご覧ください、なかなかの力持ち、しかもいかにも気が強そうでしょう。長織和也も気が強いし、このベルベットマッキンタイヤーも気が強いし、お互いに負けられません。ヤンキー魂みたいな、ね、そうなんですよね。シングルの好カードを迎えております、宮城県スポーツセンターです。宮本さんね、はい、あのベルベットマッキンタイヤーは去年ちょっとだけなんですけども、オーストラリアでムーラを破ってね、そうですね、WWF のチャンピオンにね、チャンピオンになったんですね、はい、短期間ではありますからね、ですからもう最高位を一度極めたわけですね。そうですね、しかもこの人は本当に今、まあ、アメリカから来るレスラーとしても本当にもう何本かの指に入るね、本当素晴らしいレスラーと思いますね。はい、まあ、あの最初日本に来た時はちょっとあの線が細いと言いますか、綺麗なだけで ねあまりあの技術はないなと思ったんですけども、まあ、回を重ねて今回が5回目なんですけども、1回1回大きく成長してね、大変な選手になったものであります。ベルベットマッキンタイヤーと長堀和江の対戦を迎えております。噛みつきました。もうこの人は勝つためには何でもします。しかも多彩な技を持っております。ジャガーやはりベルベットマッキンタイヤーの成長っていうのは、はい、ジャガーたちから見てもね、一目瞭然でしょ。そうですね、最初の頃からまあ見てますけどね、一、はい、回一回力がついてきますね。そうですよね、ジャガー最初に来た時なんかも相手じゃなかったでしょ。そうですね、なんかいるだけっていう感じがしましたね、はいはい、しかしやはり気が強いんでしょうね。とにかくあの負けて控え室で泣いたりするね、選手だそうですから、選手に聞きますと、だからもう悔しくて悔しくてしょうがない、日本に来ても負けてられるかと、そういった気持ちを持っている選手のようであります。長堀もしかしね、そういった気の強さでは負けておりません。
なんか同じようなタイプですね、宮本さん。そうですね、そう言われてます。お互いに似てますね、しかも長堀もね、やはりあのチャンピオンベルトを取りました。これまた今もう戦一戦力をつけている期待の選手であります。塩野さん、はいはい、この長堀選手なんですけど、まあ、この三重県といいますとこけしがね、名産というのがありますけれども、ですね、この試合前にですね、このこけし作りを始めて36年というこけし職人さんがですね、あのお孫さんがこの小倉長堀選手のファンということで、あ、そうですか、小倉選手と長堀選手にですね、手作りのこけしをプレゼントという。あら、これは嬉しいですね。このこけしがですね、なんとあの高さ40センチぐらいありまして、もう立派なこけしなんですよ、時価にしまして十数万円相当というですね、大変なプレゼントがあったんです。あ、喜んでましたね、長堀選手ね。いや、そりゃそうでしょうね、あ、そうですか。今日もレポーターはフジテレビの三宅アナウンサーであります。さあ、素晴らしいプレゼントがあったそうですけども、長堀風、そういったファンの前でね、今日は負けるわけにはいきません。ちょっとあの腰を押さえたりしてますけども、今あの長堀和代選手は綺麗な体をしますね。そうですね、ね、悪くないみたいですね、まあ、あのこういった状態で戦えれば選手にとっても嬉しいでしょうね。そうですね、できたらやはりサポーターとかね、さらしとか巻きたくないわけでしょ、ない方が動きやすい方が、動きやすいですもんね、しかも相手の標的になりますしね、ですから私たちもこういったあの選手が出てくるとほっといたします。今日は長堀和也選手、まあ、万全の体調と申し上げておきます。男子さんはどちらかというとね、まあ、美形のといいますか美人レスラーがね、大好きなんですけども、長堀和也選手なんか、そんなことないですよ。お、そうですか。ことないですよ。やっぱりあの技をたくさん持ってる、やっぱりあプロだなというね。なるほど、あ、そうですか。長堀和江選手なんかあの小倉由美選手とね、今コンビを組んでるわけなんですけども、いかがですか。いいですね、体がそれで、あの僕は来るたびに見て、一回りも二回りも大きくなってますね、体がね。しかもあの太もものあたり、そうそうそう、張り切ってますね。それであのそれなりに筋肉がついてるし、筋肉もついてますよ。それであと技がね、やっぱりあのスピードが出てきましたよ、みんな体全体にやはり宮本さん、厚みがつきましたかね。そうですね、最初は細かったんですけどもね、まあこれで空手技をね今身につけているわけでしてね、長堀和江選手、これから大いに楽しみな選手の一人であります。20分日本勝負シングル戦、長堀和江対ベルベットマッキンタイヤ、今度はベルベットマッキンタイヤマットを叩いて怒っております。裸足っていうのはね、ジャガー、はい、まあ、ベルベットマッキンタイヤのね大きな特徴の一つなんですけども、試合をやっててどうなんですかね、やりやすいんですか。やはりジャガーなんか慣れるとやりやすいのかもしれないですけどね、私は足首を脱臼した時以外シューズを脱いでやった時ないんですよね。あ、そうですか、ですから、まあ、ね、上から高いところはねこう落ちる場合は足にずしっとくるから、かえって、まあ、痛めちゃうんじゃないかなと思っちゃうんですけどね。そんな気もしますがね、宮本さんこの辺りはどういうふうにご覧になりますか。いや、僕もね、あの、試合自体としてはあのやっぱ危険が単純に伴うと思うんですよね、はいはい、場外戦にしても危ないですからね、はい、やっぱり足首っていうのは弱いところですからね、よくあの、まあ、転倒したりとかそういう事故が心配されるんですけども、まあ、やっぱりこれはこの人のスタイルですから ね、ベアフットの女王と言われてました。これがもう売り物であります。みゆきちゃんなんかこのベルベットマッキンタイヤね、どういうふうにご覧になりますか。いやー、あの私初めて見たんですけども、全然わざとかとは関係ないですよ、あのなんか水着というか、あの、はい、ですか、着てるのなんか素敵ですね。おしゃれっぽいね、おしゃれっぽいですね、綺麗な服ですね、本当に。まあとにかくアメリカではね、本当に人気としてはもう今ナンバーワンと言ってもいいかもわかりません。この人があのニューヨークでしたかね、やはりあの私も試合を見たんですけども、登場してきますとね、もう大変な拍手ですよ、やはり、さあ長堀和江起きろというところ、おっとドロップキック、これは空振りに終わりました。ああ、そして今度は逆にベルベットマッキンタイヤーの攻撃も空振りであります。イロチンドロップ空振り、さあ今度はロープに打ってどうするか、後ろに落としました。ようやく白熱化してまいりまして、スパットが出ました。さあ18番中の18番であります、長堀和江、タイミングを図ったように3連発、見事な攻撃です。ベルベットマッキンタイヤーたまらず、今リング下に落ちております。今ちょうどなんか顎のあたりに当たってますね。あ、そうですか。まあしかし、ああいったあのいい技をダンさん、持ってますからね。
それでやっぱり外人選手ってのはパワーもあるし力もあるんだけど、やっぱり全般的に荒いですね、技がね。なるほどなるほど、うん、はい、大きい技もあるんですよ。あっと今度はヘンスアウト。しかし長森もあれですね、強い気が強いですね。あの人もこの人も負けず嫌いであります。まずは今ね、満員のお客様にアピールいたしましたが、大きな拍手が巻き起こっております宮城県スポーツセンター。さあ試合もね期待に好調をしてまいりました。ファンの人たちもね、最初のうちはシーンと静まり返ってたんですけども、ようやく声が出るようになりました。盛んな拍手も湧いてまいりました。リング上白熱しております。さあ今度はどうか、押し倒すようにいたしましたベルベットマッキンタイヤ。カウントが2つ入りました。試合は20分1本勝負であります。ベルベットマッキンタイヤはカナダのブリティッシュコロンビア州の出身であります。ちょうど放送席の方からは今どういった攻撃をしたのかは見えませんでしたけども、おそらく何か顔面をですね反則気味に攻撃していったものと思われます。さあ長堀パッケージコールド、これはちょっと惜しかった。そして今度はどうかと空振りに終わった。さあベルベットマッキンタイヤ、いや見事なキックでやります。もう一発いった、右足のキック攻撃。さあ今度はどうするか、抱え上げました。どちらに落とすんでしょうか、前か横か後ろか。おっと、おお飛行機投げですか。やってるんです ね珍しいですね。しかしちょっとクラス気味、前に落としました。ああいった技は今まで初めて見せましたですけどもね、ちょっとあるいは右足のあたり今押さえておりました、痛めたんでしょうか。これは空振りです。さあ今度は1点いたしました。長堀のチャンスとやります。長堀強烈なキック攻撃、高いところからいった。そしてこのまま決めました。何か今足を痛めたんじゃないでしょうか、ベルベットマッキンタイヤ。最後にやや迫力を欠いた試合でした。長堀和江トップロープから鮮やかに飛んで勝利を収めました。長堀和江対ベルベットマッキンタイヤの一戦でした。兄ちゃん、僕はですね、誘い方もなんかいいんじゃない？
中国は上海の出身であります。ホワイトボンバーズの今面々が紹介されておりますリング上、チーム対抗公式リーグ戦、すでに前期の勝負が終わっておりまして、リーグ戦は後半に突入いたします。ホワイトボンバーズの大将であります大森神。豊田は61年度新人号、1年先輩の麻生京子60年組であります。そしてボンバーズ今日のキャプテンであります小倉由美。まあ、ボンバーズにはですね、本来デビルとかそれから JB エンジェルスっているわけですね。そうですね、はい、もうデビル山崎盾の共にもう海外遠征に旅立ちましたから ね、ですから留守を預かって今小倉由美責任重大といったところですね。本当大変でしょうね、はい。さてこのチーム対抗公式リーグ戦なんですけども、まあ、あの前期と違ってまた後期はちょっとルールが変わったそうなんですけどね、このあたり、ね、宮本さんから簡単に一つテレビをご覧のファンの皆さんに紹介していただけませんでしょうか。まあ、今日は4対4なんですけども、はい、30分フルタイム戦いまして、一応15分15分で5分間のハーフタイムを設けて、1分じゃないですか。あ、1分ですね、前半後半に分かれてやるんですけどね、まあ、全く変わってしまったというのはこのポイント制ということで、はいはい、まあ、フォールギブアップが3点、そして、まあ、3点、はいはい、反則が2点、そしてリングアウトフェンスアウトが1点と、はいはい、まあ、その決着のつけ方によってね、まあ、ポイント差をつけまして、なるほど、そしてその合計ポイントで勝敗を争うという。そうですか、はい、で今までですとあのホールを取られますともその選手は、試合に参加していけないということになったんですけど、そうですね、これがなくなったわけですね。そうですね、そしてポイント制が採用されたと、はい、で30分、まあ、あのいっぱいに戦って、ポイントで決着がつくとこういうわけですね。そうですね、はい、まあ、確かにあのジャガーね、はい、勝負としては見やすくなるというか分かりやすくなりましたですね。そうですね、ホワイトボンバーズとそれからベアーズとボンバーズの対戦であります。前期の方は一番良かったのがニューヨーカーズでしたっけ。そうですね、ボクワークドーム、はい、そうするとこのホワイトベアーズとボンバーズは3位、同率3位でしたね。あ、そうですか。アストロズが5位と。あ、そうでしたね、前期のリーグ戦すでに開始されてるんですけども、現在のところ宮本さん、まあ、あの横一線というのは展開ですか。そうですね、あの、はい、今あの極悪同盟が一応リードしてるんですけども、まあ、まだあの始まってそう消化数があの試合の消化数があのまだ前半本当に序盤戦ですからね、うんうん、そうですね、まあ、とにかく今日は4人4人8人の選手が入り乱れております。レポーターの三宅さん、三宅さんから何かファンの皆さんに補足説明がございますか。特にそのルールに関してはないんですけど、はいはい、対象同士に話を聞きますとね、やはりあのどんどん消えていきませんでしょう、はい、またこの4人のままでですね、ずっとこのメンバーをいろいろ立ち代わり入れ替わりやるというのはですね、はい、非常に難しいというふうに言ってましたですね。なるほど、まあ、1人ばかりずっと攻撃されてもいけませんし、そのカバーがなかなか難しいなみたいなことを言ってました ね、 なるほどね。また対象にとってはちょっとまた頭の悩ませるようなルールになったかもしれませんね、これはね、はい、今日はホワイトベアーズが大森ゆかり、そしてボンバーズが小倉由美ということになっております。またハーフタイム、まあ、あの15分経過いたしますと1分の休憩時間、作戦タイムが取られるわけでありますが、このあたりでまたあの試合の展開によってはですね、いろんなあの作戦会議が持たれるようであります。さあ、すでに試合が始まっております。現在天田礼文とそれから豊田の対戦になっております。そして今赤コーナーから選手が1人出てまいりました。お、今やっつけられたの誰ですか。
ああ石黒ですね。石黒ですね、はい、石黒が何かちょっとあの髪を短くいたしましてね、さっぱりとした表情をしております。体の大きい石黒、おっと、さあ今度は石黒の逆襲であります。石黒靖子、麻生を今石黒が担ぎ上げました。そして前に落としました。強烈な強烈な技を見せました。お腹を覆っております。笑ってる時じゃありませんよ、ダンさん。いや痛いんだから。いや、あまり力がありそうだなと思ってね、ええ、顔は可愛い顔してるのに、はいはい、ねえ、ね、おっとこれはホールか、ホールを取りますと3点ということになっておりまして、やはりあの、コール勝ちをすれば大いに優位に立てるってわけですからね。各チームこのコール勝ちを狙ってくるのは当然であります。さあ今、あ、中島ですか、これはね、中島に変わったわけであります。中島も細い体なんですけども、やはりあの相当に右肩のあたりにね、痛々しいですね。そうですね、はい、まあ、天田選手もそうなんですけどね。そうなんですね。ですから赤コーナーはちょっとこれ三宅レポーター苦しそうです ね、 ね、あのもう今日は怪我のレポートばかりするんですけどもね、はい、中島選手この1週間前に試合でエルボーを使った時にですね、ちょっと骨が肩にはまり込んだような衝撃を受けたということで、ちょっとまだですね、うん、あの腕を上げると痛いみたいな状態みたいですね。うそうですね、はい、そして天田レフの方はですね、はい、昨日肩が外れたそうですね。昨日ですか、ね、こちらもちょっと肩を上げにくいというですね、もう2人が肩を痛めているということで、 なかなか大森大将も頭が痛いと思いますね。そうでしょうね、さあそして今度は青コーナーの大将でありますボンバーズの大将小倉弓登場してまいりました。これはちょっと中島さゆりね、3点取られそうな感じにジャガーなってきましたですね。そうですね、きついですね、肩を痛めている時は、はい、とりあえずその痛い肩を攻められております。中島さゆりであります。右腕をね、本当に集中的に攻められてますね。集中的にありますからね、もう情け無用ですね。このあたり誠に過酷な戦いが展開されております。小倉弓がっちりと中島さゆりを捕まえました。これでカウント3が入ればまず青コーナーの方がカウント3を取って3点ということになります。さあどうでしょうか。ですからあのこういったポイント制ということになるとジャガー、はい、早めにもうどん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 ポイントを取るときに取っておいた方がいいわけですよね。そうですね、はい、あれ、あ、まああの今なんかね、どうして中島からとりあえず取っとかないかなって気もしないではありませんですけども、対象同士の対決ということになりました。大森ゆかり、そして小倉由美であります。もう男子新谷さんもそれから井森美幸ちゃんもうんね、もう打ってこの小倉由美、強度の先輩とそれから後輩の試合ぶりを注目しております。今日はしかしちょっと小倉由美あまり体調が良くないという情報も入っておりますが、三宅さん、そうなんですか、はい、小倉由美ね、あまりあの体調が良くないっていうような情報が入ってますよね。ちょっと体調が良くないですね、先ほどもですねちょっと鳥肌がだってちょっと寒気がするみたいなことを言ってましたんでね、そういったことがあるんですね。もう体調としては万全では絶対ないですね、はいはい、その小倉由美が今大森ゆかりに捕まってしまいました。さあやっぱり塩野さん、これ、はいはい、あのチーム対抗っていうのはさっきの話じゃないけども、取れるときに取っとかなきゃダメだっていうところがありますよね。はい、だから4人の中で誰が捕まるかみたいなところがあるんですよ。しかしな、一方ではね、やはり意地の張り合いみたいなのがありますでしょ。これがなんか取らなくたって今とりあえずほら大森が出てくるんだから、小倉由美としては当然キャプテンとしては相手の大将の挑戦を受けたいでしょうし、これまた全軍の士気に影響します。そういうことですよね、そういうことですよね、はい、ですからまあ、こういったところを加味しながらですね見ていくと面白いと思いますけども、さすがに大森ゆかり貫禄ですね、迫力十分の攻撃でね進歩進まり返っておりました。満員の宮城県スポーツセンターでありますが、ファンから盛大な拍手が起こっております。さあカウントが2つ入りました。軽く大森がいなしてますよ。そうなんですよ、やはりね役者が違うというんでしょうか、大森が出てくるとねグッドリング場を閉まってまいります。さあそして天田レイブンです。あっと今度は天田レイブンが捕まるバンカー、あーっと最後の球上から行きました。天田レイブンもちょっと右の肩、今三宅レポーターからもね紹介がありました、昨日痛めたそうであります。痛めたばかりっていうのはジャガー、はい、やはりあの怖いですよね。怖いですね、もうガクガクですからね、はいはい、天田の肩は、ねもうこんなことで抜けちゃうのかっていうぐらいもう簡単に抜けるようになっちゃったんですよね。そうですか、だから今基礎体力作りに重点を置いてるんですよね、はい、ああ豊田が今天田を攻めましてカウント3を取りました。まずそうしますとボンバーズが3点ということになりますね。そうですね、はい、
ボンバーズが3点を取りました。場内にもですね、こういったポイントが表示されておりまして、ゲームの進行が分かりやすくなっております。現在ボンバーズ3対0とリードを奪っております。試合開始が何分ぐらいでしたかね。これ試合の経過をまた氏家リングアナウンサーにですね、三宅さん、その都度聞いてくださいね。そうですね、はい、はい、あ、また今入りましたですね。あ、そうですね、はい。今度は中島が取ったんですか。中島取りまして3対3になりましたですね。これね、3対3ですか、はい、あ、試合が動いてまいりました。これはうっかりできませんね。あっという間にどんどん試合が動いていきます。現在3対3の同点であります。 T も対抗公式リーグ戦、ホワイトベアーズ対ボンバーズの一戦を迎えております。宮城県スポーツセンターです。なるほど。じゃが、はい、これはやはり現在の得点とかですね、いろんなことを考えながら、それぞれの大将がやはり指示していかなくちゃ、そうですね、いけないわけでしょ。もう考えながらやらなきゃダメですね。そうですね、これは、はい、うん、頭いりますよ。頭いりますね、これ。そうですよ、はい、これやっぱ計算の戦いですな。そうですね、うん、ですからプロレスは、まあ本来はですね、個人と個人のね、格闘技なんですけども、こういったチーム対抗戦になりますと、やはりチームワークとか作戦とか、こういったものが大きくものを言いそうであります。今日は特にボンバーズの方はですね、相手のホワイトベアーズの怪我人も多いということもありまして、この辺りをどう突くかであります。現在3対3の同点です。さあ、攻められておりますのが麻生京子です。どうか、麻生京子なんとか返しました。ロープレーク、ロープレークを命じております。さあ、そしてまた中島が出てまいりました。中島選手とも体が細いんですけども、なかなか闘争心は旺盛のようですね。しかも痛々しいね、肩をしてるんですけども、よく自分から積極的にさって出てきますよね。そうですね、はい、中島選手も以前はね、本当になんかひょろひょろっとしたようなね、はいはい、ちょっとまあ、ひ弱な感じしたんですけどね、ここのとこ本当にまあ、体ができてきた成果ですから、ね、非常になんかたくましさを増してきたように思いますね。長友佳菜子選手がね、とうとう引退しちゃったんですけども、まあ、同じようなタイプの中島さゆりですから、やはりどうしても体力的には他の選手に劣りますからね。そうですね、これを気力でどうカバーするか、技術でどうカバーするかであります。今日は体力的にはちょっと不利なんですけども、中島なかなか積極的に試合に参加しておりまして、この辺りはジャガー褒められていいんじゃありませんか。そうですね、もうどんどん自分からかけていかなければ、こういう小さい選手はね、成り立っていかないですからね。60年組の中島、今日は61年組の浜田礼文とか、あるいは相手のコーナーには豊田工藤といった実力新人が参加しております。負けられません。そして今その豊田、今日ボストンクラブの体勢に入った。思わず苦しそうに悲鳴を上げました。やはり豊田と中島ってことになりますと、どちらが先輩か分かりませんねえ。肩が違います、ね、はい。さあ、そして今ボンバーズは小倉由美登場してまいりました。二人がかりのドロップキックでやりますねえ。ダブルできました。小倉の人をめぐみ、さあ小倉が行くか、中島を抑えにかかります。中島を抑えにかかります小倉由美。さあ、もう一回ロープに振りました。とどめを刺すか。現在3対3の同点です。さあ小倉が行った。さあ、このまま抑え込むか。粘っこいぞ中島、粘っこいぞ。まだカウントが入る。3つ入った。3つが入りました。小倉由美、なんとか中島選手からカウントを取りました。さあ、これで3対3の同点が6対3。またボンバーズが3点のリードに変わりました。しかしあれですね、大森がじっと見てますね。大森はね、やはりポイントで出ていこうということで ね、自分が出ていけばなんとかなると、うん、こういった貫禄十分の大将であります。ですからその前にですね、やはり現在6対3ですけども、もう一ポイントぐらい加えたいですよね。そうですね、ボンバーズの方は、余裕をちょっと持っておかないと大森がいますからね、はいはい、そうなんですね。天田礼文が出ております。天田も今日はちょっと苦しい、右の肩を痛めております。さあ、天田礼文と豊田ですか、同期生対決になっております。天田が今コーナーに豊田を叩きつけております。そして今度は一気先輩が出てまいりました。石黒康子だ。石黒買い上げました。おーっと、クリップ投げてあります。上から行く。これは貫禄だ。抑え込みました。石黒康子がポイント3を取りました。得点何対何になりましたか。まだ6対6ですね。6対6ですか。
いやー、面白い試合になりましたね。今三宅さん何分ぐらい経ってますかね。ですね、あと2分少々で前半のハーフが終わりになります、ね、了ですか。あ、そうですか、はい、30分いっぱいに戦います。30分いっぱいに戦ってポイントで決着がつくわけであります。15分経過いたしますと1分間の作戦タイム、ハーフタイムがございます。さあ6対6同点になりました。リング上、大村由美、ボンバーズの今日はキャプテンであります。そして石黒を捕まえています。上から行った、さああっと右足が伸びておりました。これはロープです。小倉由美もあまり体調が良くないというね情報が入っていたんですけども、さすがですね。あ、小倉じゃなかったですね、今のは失礼いたしました。工藤恵美でした。小倉は今あのコーナーの方でちょっとあの一休みというところであります。今度は麻生が出ております。そして石黒靖子との対戦になっております。麻生と石黒靖子、さあ今度は麻生が大森と対戦ということになります。さあ大森とどうでしょうか。おっと大村が飛んだ、これは相打ちになりました、相打ちになりました。さあ大森大きなチャンスを迎えました。おっと強烈な空でキョップが入りました。麻生京子たまりません。大森ゆかり、大森ゆかり大将の真骨頂であります。これはどうしようもありませんよね。やっぱりいい時になると出てきますね、大森が。6対6の同点から9対6になりましたか。現在3点のリードを奪いました、3点のリードを奪いましたホワイトベアーズであります。さあまた大将同士の対決を迎えております。リング上、塩野さん、はいはい、大森選手ですけどもね、ちょっと締まったような感じしませんか、体の方が。はいはい、ね、細くなりましたか、ちょっと、沖縄の頃から比べましたらね、もう7キロぐらい減ったそうですね。7キロも、なるほど。これはあの自分でやはり締めようと、体を少し引き締めようということですか。やはりそういうつもりでなんかやったそうですけどもね。あ、なるほどね、確実に成果が現れてるみたいですね、はい、あ、そうですか。じゃが、はい、まああの日にちは外してませんですけども、やはり長与チームその挑戦を受けるために、そうですね、内心ね、いろんな意味で期するものがあるんじゃない、ないですか。まだね、痩せててもそんなに体が頼りないっていうようなね、体じゃないですからね、はい、まあ、違った技も出せるように少し引き締めてるんじゃないでしょうかね。30分勝負ですが、今ハーフタイムを迎えました。15分を経過いたしました。現在9対6、ホワイトベアーズが3点をリードしております。アマゾンに行こう。
さあ1分間のハーフタイムが終了いたしました。今ホイッスルがありまして試合が再開されました。得点の方は現在9対5であります。いずれもあの、3カウントで決まってますから3点ずつ取ってるわけですね。はい、そうですね、はい、9対6大森が率いております。ホワイトベアーズが3点をリードしております。大勝同士で試合が再開されます。あっと小倉が行きました。小倉由美が行きました。まあ、あの体の大きさは違うんですけども、しかしダンさん ね同じようなタイプですよ。大森も小倉由美も、ね、将来やはり小倉由美多く成長するとすればですね、大森みたいになるか、ね、そうですね、はい、あとはもうあれですよね、これは小倉はもう気持ちの持ちようだけでしょ、しかし現在あの一応ね、作戦では頂点を極めてるわけですからね。そうですね、タッグのチャンピオンですからね。タッグのチャンピオンですから、 3AA の現在チャンピオンベルトを持っております小倉由美です。そして今小倉石黒靖子の対戦に変わりました。リング上です目まぐるしく選手が変わります。塩野さん、はいはい、その 3AA ですけども、9月14日に卓戦の防衛戦が決まったようですね。ああ、そうですか。ただですね、あの相手がまだ決まっておりませんけども、あ、なるほど、多分外人選手かなということを話を聞きましたけどもね。そうですか、まだ相手は決まっておりませんが、はい、9月14日の大宮体育館です。なるほどね、はい、そうしますと小倉と長堀にとっては、初のタイトル防衛戦になるわけであります。さあリング上、今度は麻生京子が登場しております。サイドヘッドロックの体勢に入っておりますのが麻生京子であります。麻生京子がボンバーズ、そして石黒靖子がホワイトベアーズであります。試合は後半戦に入りました。30分勝負、まあ、先ほどからルールの紹介が何度も行われておりますが、もう一度ご紹介しておきますと、とにかくあのギブアップあるいはスリーカウントホール勝ちをいたしましたら3点でしたね。そうです、それからフェンスアウト、これが2点ですか。はい、フェンスアウト、リングアウトが2点、1点ですね。あ、1点ですか、はい、反則勝ちが、反則勝ちが2点、はい、はい、それからあの両者場外リングアウトなんてのはないんですね。そうですね、これは認めずということですね。認めずとこういうことなんですね、はい、得点に関係なしということですね、はいはい、まあ、こういったポイント制で30分いっぱいに戦うというチーム対抗戦であります。さあ中島さゆりにタッチいたしました。石黒靖子、中島、今度は麻生京子、麻生京子でやります。おっと、まあ、あの中島が出てまいりますとね、ちょっとあのお客様が心配そうなね、声が漏れております。なんといっても今日は痛々しい右肩を見せております。中島さゆり、さあどうか、このまま麻生が抑え込むか。もう力、やはりね、はい、後半戦に入ってまいりまして、さすがに中島さゆりちょっと苦しくなったようであります。また変わりましたですね、はい、同点になったわけですね。同点になりましたか、はい、9対9ですね。現在9対9同点になったわけであります。お互いにあの3つずつホールを取りまして9対9の同点に変わっております。試合は今度は天田レイブンが登場しております。攻めておりますのが豊田範雄選手であります。豊田、天田レイブン共に同期生、61年組であります。まあ豊田が61年の新人王でした。やっぱりあれでしょうね、これあの4人のローテーションで力の配分なんかもあるから、キャプテンはそういうことも考えて、そうでしょうね。さらにやっぱりあの出ていく人たちは一番自分の得意の技で決めよう、はいはい、早く得点に結びつくような技をどんどん出していかないと。そうなんですよね、60分目いっぱいにやらなきゃならないと思いますね。ジャガーね、見てますけども、あのそう、例えば両方の対象同士がですねタッチする際でもこう指名してるわけじゃなくて、やはりあの4人の選手が誰かがですね積極的にパッと出た方が自然に試合をするっていうような形になってますよね。そうですね、なかなかだ、だしですから、あのこの時点で例えば今度はお前行けとか、今度は長井選手っていうようにキャプテンがいちいち細かく指示できますかね、山下さん。それはできないですね。できないね、やっぱり自分でどんどん自分が出る気にならなきゃいけないと思いますよ、うん、どんどんでしょうね。そうするとなんていうんですか、出遅れちゃったりするわけですよ、はいはい、そうすると、まあ、相手の思うつぼですから、ね、全部が自分が出る気持ちぐらいがちょうどいいんじゃないですか。そうでしょうね、はい、
まあ問題はね、ですから各賞がどういったポイントを出ていって有効にポイントを稼ぐかということになりましょうね。そうですね、はい。さあ今度は集中攻撃を受けておりますのが工藤恵であります。工藤恵、あっとボンバーズ工藤恵、ああ2対3点を失いました。2対3点を失ってまた得点が変わっております。これで12対9になったわけですか。そうです、はい、12対9。そうしますと現在、ボンバーズが3点をリードしているわけですね。いや、ホワイトベアーズ、ホワイトベアーズですね、はい、ホワイトベアーズが3点のリード、こういうことになりますか。はい、ホワイトベアーズ3点をリードしております。試合はもうすでに後半に入っております。さあ盛んにカウントが入ります。懸命に逃れております、麻生京子。さあ石黒靖子そして麻生京子の対戦からまた中島さゆりが出てまいりました。とにかく中島さゆり右の肩を痛めているんですけども積極的に試合に参加しております。これなんかもほとんどあのシーンなしで自分でさっと出てまいります中島さゆり。このあたりは先ほどからご紹介しておりますがなかなかあの積極性変われていいと思います。さあ中島さゆりどうか、今度はドロップキックを送った。強烈新人の豊田のりおのドロップキックを送っております。3連発が出ました。3連発が出た。さあちょっと危なかった。今4連発が出ました。豊田の4連発であります。そして上からホールの体勢か、カウントは入りません。豊田中島さゆりの対戦であります。さあ今度は懸命に中島が今コーナーに引きずってまいりまして、これまた肩を痛めている天田礼文であります。まああの赤コーナーというのは大森ゆかりがね大将としてドーンと控えておりますが、しかし新人2人がいずれも怪我をしております。このあたりが大きなハンデキャップになっております。そのしかしホワイトベアーズが現在12対9、3点のリードを奪っております。試合は後半戦であります。三宅さん、後半戦の方もうどのぐらい経過してますか。残り時間が7分を切ったところですね。7分を切ったところ、はい、あと7分を切りました。しかしこれからの7分というのがちょっとダンさん辛いですね。それでやっぱりなんといっても大森がね、控えてるから、そうこの点数になる前に ねやっぱり小倉の方は取らなきゃダメなんですよ。このぐらい話しといてもう少し点差を広げておいて、最後に大森と戦うという、しかもその小倉がですね今派手に場外に転落しましたね。はい、場外に落ちました。ちょっと今日はカウントは続けられておりますけども、しかしこのカウントはね一応関係ないということになっております。はーはーはー、場外戦はね、カウントあと問題はですね、まあ、あの場外でどういう風に両チーム意識を上げるかであります。今いきなり放送席にやってまいりました。さあ今カウント20でありますが、一応場内に上がります。一応場内に上がります。場外戦が展開されました。現在大森ゆかりが効いておりますホワイトベアーズが12対9と3点のリードを奪っておりまして、試合は後半戦。さあ果たしてどうなりますか。逆転なるか、このまま逃げ切るかであります。みゆきちゃん、まあ、あの今日はね、みゆきちゃんもそれからダンシンヤさんも一生懸命に小倉由美選手のね、ボンバーズを声援してるんですけども、はい、ちょっと不利になりましたね。そうですね、はい、頑張ってほしいです。さあ、おっとこのカウントはどうか、このカウントはダメですか。ですよ、今あの取りましたね。取りました、取りました、はい、そうしますとですね、ボールですから、麻生京子が今ホールを取りまして、ボンバーズ3点追加ですね。そうですね、そうしますとまた同じ塩野さん、はいはい、ですね、先ほどですね、リングアウトありましたね、はい、あそこでですね、小倉が上がりましたね、戦ったのは小倉ですので、はい、リングアウト勝ちということだったんですね。あ、そうですか。それでですね、あの、ボンバーズの方に1点追加して、さらに今3点追加ということで、現在13対12ということになっています。13対12、はい、あ、1点差になってる。1点差で今ボンバーズが逆転したところですね。ボンバーズが逆転ですか、はい、失礼しました。ボンバーズが1点差逆転、小倉井のチームが1点差逆転であります。そしてまた目まぐるしく変わってますね。今度は工藤めぐみが取りましたでしょ。今のはコールは取りましたね、それで16対12ということになりましたね。16対12、はい、16対12ということになりますと、さあホワイトベアーズは一つのコールがつくはダメなんですよね。はい、逆転ができません。強烈なラリアーと出ました。大将がついに投入しております。いよいよ時間もなくなってきましたでしょ。大森ゆかり懸命だ、投入に対しまして3連発ラリアーと、時間の方は5分を切りました。時間の方は5分を過ぎました。現在16対12、ボンバーズが多くリードを奪っている。あ、
大森ゆかり決めませんか。さあ大森ゆかり今トップロープに上がった、一気に決めようというところ。さあ運動を利用して飛んだ、これはパーフェクト、パーフェクトホールであります。さあこれで1点差になりましたね、そうなんですよね。いやいやいや、時間が5分も切って面白くなりました。さあ、はい、面白くなりました。現在16対12からですね、16対そうしますと15ということになったわけですね。ね、確か16対15ですね。はい、もう場内のね、あの得点の掲示がついていけなくなりましたね。はい、現在16対15、1点差であります。さあこれであのお互いにホールを一つ取ればということでね。そうですね、今度のワンホールが多くなってまいりますね。だけどこれ吉野さん、はい、大森が最後まで粘らないでしょう、また出てくるでしょうね。それがボンバーズには狙い目でしょうね。あ、なるほど、うん、もうずっとね、しかしこれあとあの一つホールを取られると苦しくなるんで、大森が行くんじゃありませんか。あっと、さあどうか、一気に行くか、一気に行くか、あっと足が勝っております、右足が勝っております。残り時間あと3分でいいですか。はい、そうです。これで大森が、ホワイトベアーズ大将の大森、現在16対15、1点差、大森ゆかりチームが負けております、1点リードされております。もうここであのジャガー時間をねいっぱいにあの引きずって、時間いっぱいに急いで大森がとどめのホールと、こういう作戦じゃありませんか。そうですね、また強烈な技が出て、ここでちょっとねどうかと思うんですが、石黒にタッチいたしました大森ゆかり、なかなかあの度胸のあるタッチであります。果たして石黒安子がね返せるかどうかでやります。これですよ、ボンバーズにしては狙い目は、ね、大倉が出てまいりました。あっと大倉が行った、大倉が行きました、村本。さあ大倉、ここであの一つコールを取りますと、残り時間が少ないんで大きく体勢が変わります。あっと3つ目なんとか我慢いたしました、石黒安子でやります。さあ大倉、とどめのコールが取れた、ブレンバスター、ブレンバスター強烈でした。そして上から行く、カウントはどうか、カウント3が入りました。これはとどめの一発になるか、19対15。やはりあそこで大森がね、なぜもう少し粘ってですね最後の組を刺さなかったかって、 そうですね、そんな気がしますけどね、石黒に任せてしまいましたよね。このまま行くと作戦ミスですよ、はい、大将の。どうしても19対15、だから言ったでしょ、塩野さん、これはね解説の段信也さんのね本当に予想が当たりました。大森がいなくなったですね、もうボンバーズはね、そうなんですよね。あるいはの大将の大森がですね時間のことをちょっとね、そう頭の中に入れとけばね、頭に入れてなかったのかも分かりません、ね、19対15、しかも残り時間少なくて、まだあの大森出ないんですよね。この辺りはちょっと分かりません、一つのホールでは勝てないんですよ、一つのホールでは届かないですよ、届かないんですよ、ホワイトベアーズ1分でしょう、1分でね、さあどうなるか、大森、さあ出ました、1分でどうか、大森が出てるんですけども、あんなことしてていいのかな、早く攻撃しないでいいのかな、大森は。さあ2人がかりでいく、2人がかりでいく、さあ2人がかりで新人力を合わせている。さあ、あ、大森攻撃できません、大森攻撃できません、これはボンバーズの作戦勝ちか、ボンバーズの作戦勝ちか。さあ大森今小倉由美を捕まえた、小倉由美を捕まえた、しかし残り時間はない、一つのホールでは勝てないんですけども、のんびりしたことをしております。これはちょっと理解に苦しみます。さあ長野式にブロックさせた、さあこれはいける、これはいける、カウントかどうか、カウント3つ入った、完全に来るか、19対18、さあ19対18、あと15秒になった、これからどうするか、これから果たして奇跡の逆転があるのか、ラスト5秒になった、ラスト5秒だ。さあ麻生京子が捕まえている、タイムアウト、ダメ、やはりダメ、やっぱり大森が出遅れましたね、これはね、ですからやはり明らかに、まあ、放送席から見てますとね、なんとかあのやり方もあったような気がいたしましたが、最後は時間切れでした。1点足りませんもんね、本当ですね、まあ、私にしてみればね、はい、まあ、小倉がなんとかあの不況の中で頑張ってくれたら、はい、新谷さんと井森美幸さん、今日はあの放送席群馬出身のお二人ということで、あるいは大森ゆかり選手ね、放送席を気遣って、決定的なゴールを奪わなかったのかも分かります。そこはないでしょう。Bye.
できてんのかよ、おしゃりでも。おはようさーん。ダメ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 。無機なんてやるよ。お前見てやるよ。無機なんてやるよ。何行こう。あ、野々村誠だ。ダメ。ダメ。そうなんだって今日はあのねクラッシュさんのあの野々村先生そうだ遠慮しなくていいっていいっていやどんどんいや僕強いですよ本当なんであれいい時間やったらテレビの仕事できないのかよああどうしようほらいつもこうやってほらこうやってじゃあやるかなじゃあやってもよろしくお願いしますほら行けよほらじゃあ見てみてもいやちょっと待ってよ行けよじゃあ僕はクラッシュの味方ですよ気合いならダンプであのクラッシュの味方ですよダンプ松本夏バードやってらっしゃい見てらっしゃい女子プロレスの悪役同盟ダンプ松本は野々村を襲撃した時の懐かしの VTR 体育教師野々村の恐怖に引きつるあの顔この顔なんと見ても面白いねこんにちは、こんにちは。さあ、どういう攻撃を見せるか、悪役同盟。おっと、いきなりしない攻撃だ。野々村、恐怖に引きずっている。トイレはどこだ、トイレはどこと、トイレを探している。さあ、おなじみのサングラスに黒のパーベストという格好で髪振り乱して野々村に襲いかかるダンプ松本。おっと、今度はチェーンを取り出して、あっと直攻撃だ。野々村は苦しがっている。もっとやれ、もっとやれ、やれやれ。ごめんなさい。ほとんどマジな顔をしております。野々村、さあ二人の攻撃は続きます。ごめんなさい、ごめんなさい。おっと、謝っている、謝ってよいしょしている。ほとんど体育教師の面目もありません。おっと、今度は女子生徒の方に向かっているが、野々村はどうする。おっと、謝る、謝る、謝るのが得意。というわけで、今日は宮城県にやってまいりました。仙台の宮城県スポーツセンターから30分1本勝負でやります全日本選手権試合です。まず青コーナーに今日チャレンジャーとなりました堀田由美子、ゆっくりと登場いたしました。挑戦者堀田由美子の登場であります。そして極悪のテーマソングが不気味に鳴り渡っております。チャンピオンのブル中野がこれから赤コーナーに入場してまいります。ファンの注目が今赤コーナーの花道に集まっております。コンドル斉藤が先導をいたしましてヌンチャクを右手に持って今ゆっくりとシューズを脱いでブル中野赤コーナーに登場であります。左手にしっかりと黒のチャンピオンベルトを持っております。さあフジテレビから今両選手そしてレフリーに花束の贈呈であります。宮本さん、はい、今日はブル中野にとりましては相当にですね強い相手ってことは言えるんじゃないですか。本当にね、もう、まあ、今回が5度目の防衛戦になるんですけどもね、はいはい、もう一番なんて言いますか危険な防衛戦と言いますかね、ちょっと大変な戦いになるんじゃないかと思いますね。堀田由美子の力も、まあ、もちろんのことなんですけどもブル中野の現在の状態っていうのを考え合わせましてやはり危険なっていうことを言えるんですよね。そうですね、今何か、心に空白と言いますかね、はいはい、ちょっとぽっかり穴が開いたような状態ですからね。そうなんですね。
今上田晋司コミッショナーがリング上に登場いたしました。この試合が正式に全日本選手権試合であることを認めるという認定証が読み上げられたわけであります。さあこれから選手の紹介です。いよいよこれから試合が始まります。30分一本勝負であります。全日本選手権試合、チャンピオンガブル中野5度目の防衛、そして挑戦者堀田由美子であります。堀田由美子、現在精神的にもそして肉体的にも充実しきっております。いきなり堀田由美子らしい攻撃が出ました。そして今ブルを捕まえてロープに振りました。おっとキックが飛んだ、ボディに飛んだ。ブル中野負けておりません。今度は逆にロープに飛ばした。ブルどうするか、これまた強烈なブル中野キックが出ました。さあ早くもカウントを一つ入れました。ブル中野であります。ジャガー、はい、ジャガーはこの一戦どういうふうにご覧になってますか。そうですね、はい、全日本にふさわしい挑戦者ですね。あ、なるほど。今伸び時ですからね、はい、はいはい、だからすごく楽しみですね。もしかしたらもしかするんじゃないかなという気がしますからね。宮本さんとやる同じような見解ですね、それだけ今日はブル中野にとってもですね、やはり大切なしかも大変な防衛戦を迎えたわけであります。宮本さん、ブル中野とねダンプ松本の間がいろいろファンの間でも取り外されてますでしょ。そうですね、これどうなってるんですか。ジャパングランプリでですね、一騎打ちは、ノーコンテストの試合だったんですけどもね、はい、その後ブル何試合かは出たんですけどもね、シリーズリタイアしてしまったわけですよ ね、 今シリーズからまた復帰したわけですけども、はいはい、だから今は一緒に、再びやってるんですけども、何かやっぱりその辺心のモヤモヤとしたものがね、ちょっと今はっきり伸び悩みのような形になって出てきたと思うんですよね。非常になんか今難しい状態じゃないですかね、いや今ダンさんね、北角同盟に何かが起こりつつあると、はい、ブル中野に何かが起こりつつある微妙な時期なんですね。あーはー、はい、それでね今日ね、はい、さっきリングアナウンサーが選手紹介の時にね、大変ですよ、なんかブルはね、なんかすごい気を使ってるみたい、神経質にね、体を動かしてましたよ。あ、そうですか、だから堀田が大変、やっぱり自分の試合相手にしては、もう不足なしというかね、もしかしたらというね、あーはー、ところが自分でも感じてるじゃないですか。だから堀田由美子選手はね、今本当にもう、人気も実力も上昇中の注目の選手でありますが、みゆきちゃんなんかこの堀田由美子見てどうですか。前も大阪の時試合ね、見たんですけど、やっぱすごいですね。しかも人気も出てきましたよね、すごい人気ですね、特に大阪ではね、地元ってこともありまして、たくさんのファンが来てましたでしょ。はい、しかし問題は堀田由美子はジャガー、やはり動きなんでしょうね、スピーディーな動き、そうですね、これがどの程度できるか、体はね同じような動きでしょうからね、大きさも一緒ですからね、はい、上行くには技もなきゃいけないですしね。そうそう、ブル中野堀田由美子行き詰まるような全日本選手権試合であります。さあそして今度は次が出ました、叩きつけました。さあそしてギロチンドロップ、気合の入った技、ブル中野思わずうなっている男子皆さん、重いから効くでしょうね、そしてまた短い髪の毛を掴んでブル中野、あれが痛いんだ、ロープの摩擦熱を利用いたします。これまたラップファイトでやります。あ、またやっておりますブル中野。さあ顔面を抑えました堀田由美子、レフリーがロープレークを命じております。あ、なんか締めてますよ、ロープを締めてますね。あ、そうですか、手袋ですかね。なるほど、なるほど、何か出してますね、はい、まだヌンチャクは出ないんですけども、あ、何か使ってますね、はいはい。さあ
投げ飛ばしました。何かあの紐状のものですね、はい、手袋ですね。手袋ですか。自分で取って、あ、そうかそうか、はい、今首を絞めに行きました。手袋を使っております。何でも凶器になっちゃうんですよね、宮本さん。そうですね、このあたりね、何でも凶器にするテクニックは大したものであります。ブルナカノ、そして今度の斉藤が3人今レクリーをですね、陽動作戦、注意をそらしております。この部分に徹底的にやられております。あれはやりっくりしょ。あーっと今度は口にんーか。さあ徐々に次第に次第にブルナカノらしい攻撃が出てまいりました。カウント2が入りました。凶器攻撃の後巧みにカウントを取りに行きました。ブルナカノであります。さあ今度はロープに切りました。どうするか、とこれは空振りに終わりました。よく見ておりました堀田由美子。さあ今度は堀田が逆にロープに行った。どうするか、担ぎ上げて後ろに落としました。そして両足のドロップキックは、おっと尻餅をつきました。崩れ落ちるようにいたしました。ブルナカノであります。まあ、あの体も大きくなったでしょうけども、宮本さん、ちょっとあのブランクありますでしょう、精神的にも肉体的にも。そうですね。何か脆さみたいなものを感じませんか、ブルーの中に。やっぱり一生懸命自分のペースで進めようと思ったんですけどね、はいはい、まあ、ああいう手袋を持ちながら、食い締めなんていうのもね、はい、ちょっとなんか焦りが見えるような気もしますね。そして今、バックブリーカー。さあ、問題はスタミナということもありますけどもね。果たしてブルー中野にどのぐらいのスタミナがあるでしょうか。この試合は30分1本勝負。堀田由美子にはまずスタミナの心配はありません。ですから問題はブル中野ということになります。しかしその堀田由美子の額から汗が流れております。まあ、プロレスっていうのは1年間試合があるわけなんですけども、選手にとって辛いのはやはり夏場、これからってことになりますね。そうですね、夏場はやっぱり辛いですね、寒すぎてもいけないんですけどね。あ、そうですか、体が動かないですからね。しかし寒い時ってのは最初体が動かなくたって試合に動くようになります。そうですね、まあ、たまに早く決まりすぎちゃうと早く勝ちすぎちゃうとね、はいはい、温まんないうち勝つ場合もありますけどね。温まんないうちに試合が終わっちゃうってこともあるでしょうね。前もありますけどね、はい。三宅さん、今堀田由美子の体重ってのはどのぐらいなんでしょうね。一時85なんてこともありましたですけどね、その分に絞れてると思いますよ。そうですか、堀田由美子、ブルナカノ、お互いに体力は十分であります。しかしややブランクがありました。ブルナカノのやはりスタミナがどの程度残っているか、このあたりが勝負のポイントのような気もいたします。さあ今度は主導権を握っているブル中野であります。おっとヌンチャクが出ました。さっと今今度の斉藤からヌンチャクが手渡されました。さあブル中野ロープに振った。おっとヌンチャク攻撃カウンターであります。ヌンチャク攻撃カウンター、もう一つ入りました。この辺り今度の斉藤の動きが非常にうまい。レフリーが幻惑されております。さあヌンチャク攻撃2つ入って上からどうか。逃れました、逃れました、懸命に逃れました。これをもう起こそうというブル中野であります。やはりブル中野も体が大きいだけに負けませんですね。さあまた髪の毛を捕まえているブル中野であります。さあ今度はどうしようというか、あっとコーナーマットのね、何かロープをほどいております。コーナーマットのロープをほどいております。そしてすぐに作戦の意図を読み取りました。仲間へ、さらには今度の斉藤がさっとこの手助けをしております。さあ、あっとやはりロープを首に巻きました。引っ張ってます、引っ張ってます。どういうことをしております。ブル中野であります。5度目の防衛戦になります。今日はさすがに苦しそうなブル中野。そして今度は反撃に転ずるから堀田由美子叩きつけておいてどうしようというのか。ブル中野ランドオフに上がった。あーっと一気に飛んだ。四つんドロップは失敗だ。堀田由美子チャンスを迎えました。さあキックオフが入る。4発5発6発7発と入りました。強烈なキック攻撃が入った。ブル中野何かちょっとグロッキーな感じもあります。さあロープに振る堀田由美子、大きなチャンスを迎えている。ショルダースルー後ろに落とした。さあブル中野起き上がった。またもキック、またもニールキック、そして行く、かろうじてかわしました、ブル中野。
あれ遅いんですか、さっと行かなくちゃいけないんですか。そうですね、汗で滑りますからね。それもやっぱり決め手の首と下半身を決めてないからね、はいはい、だから逃げられちゃうんでしょう。上体だけとか下だけなんじゃダメなんですね。そうですね、はい、大きい体ですからね、はい、あの体重だけで抑え込むことを覚えてるんですね、この二人は。あ、そうだ、だからこうやって汗で滑るときは抑え込めないんですよ。なるほど、そしてさあパイロットライバーの体勢に持っていった、パイロットライバーの体勢に持っていった、どうか。さあこのままこのまま落とすか、このまま落とすか、んーと、これはちょっとピンチだ。堀田恵美子、うん、考えてる、落とされました。そしてんーと、やはり無理ですね、なかなか決まりません。宮本さん、どうもこれ時間いっぱい決まりそうじゃありませんね。そうですね、ちょっと膠着状態で ね、どちらもこう決め手がありませんし、はいはい、スタミナ切れがちょっと ね、出てきましたね。はい、みゆきちゃんどういう風に見てますか。もうなんかパイロットライバーの体勢だとやっぱりなんかドキドキしちゃいますね、はい、息を飲んじゃってね、はい、さあそしてまたロープをほどいて、なんとかブルナカノを助けようという極悪同盟の面々であります。若い選手たちをね引っ張っているのが極悪同盟、今日今度についております。今度の斉藤であります。今度の斉藤はこの後試合になるんですけども、しかしもう自分の試合よりも今はやはり先輩ブル中野のために懸命に働いております。とうとうコーナーマットを外して強力攻撃になりました。ブル中野コーナーマットで今ボディをつきました。ブル中野であります。さあそしてそのまま行く、これはどうか、カウントを取るのか、うまく逃れました。場内から拍手が湧いております。堀田恵美子かろうじて逃れました。さあもう一回行く、おっとどうか、これが決まるか、危ない危ない、あーこれまた逃れました、スルーと逃れました。今チームアナウンサー、試合時間の経過場内に発表されております。25分経過、あと5分になりました。あと5分ですね、あと5分間以内に決着がつくかどうか。まあ、引き分けということになりますとやはりチャンピオンが有利、引き分け防衛というのがありますので ね、宮本さん、ですからチャレンジャーとしてはもう攻めて攻めて攻めまくるしかありません。勝つしか方法ないですもんね。勝つしか方法はないんですよ、引き分けたんじゃダメ、ダメですね、まして優勢の判定というのもありません。なんとか残り5分のうちにコール勝ちしなくちゃいけません。さあどうか、アフター足を飛ばした、これはカウンターです。よっ、ゲームボディに入りました。さあ長いうちに魚準備されましたキック攻撃、これは有効であります、よく効いております。最後の攻撃、当然もう残る時間5分を切ったことを堀田恵美子知っております。抱え上げました、そして落とした上から行く状態だけ、先ほどから同じようなパターンであります。あれでは決まりません、確かに体の柔らかいブル中野さっと逃れております。堀田恵美子に対する声援が、そしてブルに対する声援が飛び交っております。宮城県スポーツセンター、残り時間が少なくなりました。髪の毛を掴んでいるのは堀田恵美子、さあ投げ飛ばしておいてどうしようというのか、また髪の毛を使いました堀田恵美子、最後のとどめをどういう形で刺すか、両者残り時間が少なくなりました。また行く、また行く、しかし同じようなパターンで逃げられてしまいます。どうすることもできません堀田恵美子。まああのブル中野の壁というよりもね、堀田恵美子にとっては大きな壁であります。ここを乗り越えなくちゃやはりチャンピオンベルトは自分のものになりません。堀田恵美子体力は十分なんですけどもね、やはりあのスピーディーな動き、残り時間が3分です。3分以内に念願のチャンピオンベルトを奪取できるか堀田恵美子、5度目の防衛に成功するかブル中野。今日はブル中野にとってはまさに試練の防衛戦でした。ここまで耐えてまいりました、ここまで耐えてまいりました。まあブル中野にとっては今勝たなくてもいいと、このままの引き分け防衛でも十分でしょう。そうですよね、まあ、あの過去4回全てフォール勝ちで防衛してきたんですけどね、はい、まあ、今日の時本当にとにかく絶対ベルトを守るというね、そういうもう意地に燃えてるんでしょうね。そうですよね、そしてあの時間をうまくね消化しようというんで、またも場外戦であります。
場外に今国体向こうを通過しております。そして選手に走ってとおります。強烈です。さあ今度は国体向こう逆襲であります。場外戦になって国体向こう最後の方闘志をむき出しております。一方駅今その元に帰りました。さあ残り試合時間2分が今告げられております。今ブルの中のリング内に入ってまたものどを潤しております。相当に苦しそうだ。そして堀田由美子今場外でこれまた喉を潤しました。23分を経過して残り時間も2分を切りました。全日本選手権試合堀田由美子ブル中野の一戦であります。さあブルが両とーっとキックが出ました。縦というブル中野、そして高いところハイキック、もう一発いくか。今度はニールキックでやります。回し蹴りが出ました。さあ首投げです。そして抑え込みの体勢です。しかし相手の体が大きい、思うようにいきません。うんと強引に肩を決めてもう一回ホールを取ろうとしておりますがちょっと無理。さあ今度はどうするか。あっと一番落としました。そして上からいった、これもダメ。ラスト1分になりました。残りラスト1分になりました。さあもう堀田としてはチャンピオンベルトを奪取するためには攻めて攻めて攻めまくってカウント10秒取らなくちゃいけない。果たして堀田由美子最後の1分に完全燃焼できるか、意地を見せるか。堀田由美子いった、堀田由美子いった。さあチャンスであります。どう決着をつけるか、どう大振り持っていくか。ラスト30秒体当たり攻撃を続けている。さあもうチャンスは1回だ。チャンスは1回しかありません。キックを入れてもう1回キックを入れて上から行った。状態だけかどうか。さあここはチャンスだ。返された、返されましたね。あれだけ苦戦を張っておいてなんとかホールを取ろうとした堀田由美子。さあ逆に返された、逆に返された。今ゴングが鳴りました。30分日本勝負、全日本選手権試合時間いっぱいにかかりました。もう両選手立てませんよ、ダンさん、ね、試合時間いっぱいにかかりました。フルタイムの熱闘でした。いやしかしまあこれでねボール勝ちはありませんでした。引き分けということは引き分け防衛であります。ブル中の5回目の防衛に成功したわけであります。しかしジャガー、はい、ブル一番苦しかったんじゃないですか。そうですね、はい、スタミナが切れちゃったんじゃないでしょうかね。もう切れちゃったね、はい、今のジャガーからもスタミナが切れたんじゃないかって話がありましたが、やはりあのブランクがいろんな意味で大きく影響してたようですね。そうですね、まあ、しかし、まあ、心身ともにね、はい、今のコンディションではやっぱり、まあ、一応頑張ってるんじゃないですかね。ブルナカムのこれは何と言ってもね、どうしてもこのチャンピオンベルトは守りたいんだというやはり執念でしょうね。そうですね、はい、執念で黒いチャンピオンベルトを守りましたブルナカムであります。ああもうあのリングの上に立っているのがやっとというブルナカム。今フジテレビからトロフィーが送られております。よくやりましたブル中野、根性執念を見せました。5度目のタイトル防衛に見事に成功いたしました。ダンさん、いやでもよくやりました、はい、ブルもよくやったですよね、うん、はい、はい、うん、そしてみゆきちゃんもね放送席から拍手を送っております、はい。昨日頑張りましたね、戦いの方。いや、どうぞ。どうぞ。ちょっと、あらまだ。何やぞ。危ない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 。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。情けない先生。ごめんなさい。あ、ズボン、ズボン、ズボン。ズボン、あ、危ない。あ、ごめん、落としちゃった。いやー、ただけねー、この後、この後、あ、いや、ダンプをやっちゃいましょうよ、みんなでね、ね、
さあ、ここはみんなダンプでも本当は来てるんですよ、マジで。マジマジ。あ、チェーンの音がするよ、シャリン。いや、耳を詰めてるから来てるよって言って、チェーンの音が鳴ってるでしょ。いや、だって耳閉めて、ダンプさん、ダンプさん、ちょっと呼んでいきましょうか。いや、そんな、いや、あやった、やらない、お前やって。そうだ、じゃあ今日はこの会場についてダンプに一旦来てもらうから。はい、
さあ、ライオネスアースカ、長与千さん、宮本さん、はい、今年に入ってこれが3回目のコンビでの試合ということになりますか。そうですね、はい、まあ、1月の正月決戦の時はね、はい、まあ、本当にお年玉プレゼントという感覚だったんですけどもね、まあ、この2人が、まあ、一時は解散状態だったんですけども、まあ、やっぱり心のわだかれもね、まあ、歳月を経て、だんだんと、まあ、和んだといいますか、まあ、5月の、長与千草のコンサートに、まあ、アスカが駆けつけるといったね、そういう現象もありまして、でもこの7月に入りましてね、大阪でタッグを組んだんですけども、その時からもう今度は秋のリーグ戦が本格的に、まあ、クラッシュをね、再びドッキングしてやろうという、そういう、まあ、意思を高めたようですね。まあ、待望のコンビ、今がっつりと力を合わせ、そして息を合わせまして、今日はダンプ松もコンドル斉藤、青コーナーとの対決の時を迎えたわけであります。まず先陣を切りました長与千草、今ニッコリとライオネスアースカにタッチでやります。おっと、ライオネスアースカに対しましてはダンプ松本、ちょっとコンドル斉藤の力を借りました。そして青コーナーが動きました。コンドル斉藤が出てまいりました。コンドル斉藤とライオネスアースカの対戦になりました。さあコンドルはどうか、おっと強烈、ライオネスアースカキック攻撃、そして息もつかせぬ攻撃でやります。三宅さん、コンドル斉藤がやはりあの左の肩ですか、はい、ちょっとね、痛めてるようですね、これも試合でやったそうですけどもね、もともと持ってるみたいなものですね、今日はコンドル斉藤がね、まあ、ダンプ松本コンビを組んでの登場であります。肩が痛いとかなんとか言っちゃいられません。先ほど宮本さんからも紹介がありました、クラッシュギャルズ復活いたしまして今年3回目の今日は試合ということになります。みゆきちゃん、ね、クラッシュギャルズがね、2人で力を合わせて戦うっていうのはファンにとってはたまんないことなんでしょうね。はい、楽しみですね、このファンの必死の声援、ね、もう私とみゆきちゃん話したってね、こんなに近くたって聞こえませんからね、これだけファンの熱烈声援があるわけであります。ダンさんもクラッシュギャルズの試合っていうのは2人がコンビを組んで戦うのは久しぶりでしょ。そうですね、今日はでもねダンプが真面目にやってるんですよ、このところ、ね、最初からね、ちょっとね真面目な戦いぶりが目立ってますよ。やればできるじゃないですか、あまり強力攻撃をしません。そうですよ、やればできるんだからやればいいんだ、力はあるんだ。試合ぶりが最近変わってまいりました。これがまああのファンにとっても嬉しいことであります。しかしそれだけにですね大いに力を発揮いたします。まあ、今あの、長与千草とダンプ松本のね試合に場内からは小さ小さという声援コールが起こってまいりました。100キロの体重を懸命にぶつけてこらえました長与千さんに対しまして、強烈な声援コールが巻き起こっております。宮城県スポーツセンターです。塩野さん、さっきあのコンドル斉藤がですね、何かちょっとおかしかった、右肩を押さえて、そうでしょ、痛めた方とまた違う方ですね、ですからね今日はあのダンプ松本おそらくあのフルタイム出場して頑張らなくちゃいけないんじゃないですか。そうですね、そうなると思いますね、さあ高さの抑え込みの体勢に入った、カウントは2であります。60分1本勝負、例によって阿部志郎のカウントは早い。この辺りはクラッシュギャルズ上手に頭に入れておかなくちゃいけません。思えば昭和58年の7月ですか、クラッシュギャルズコンビを組んでもう丸4年が経とうとしております。2人のコンビ、第4期黄金時代というんでしょうか、ビューティーペア時代をしのぐ大変なブームを作りました、黄金時代を作りましたクラッシュギャルズ。まあ、いろんなあの動員記録を更新し、あらゆる記録を更新して本当にプロレスに黄金時代を築いたんでありますが、その後2人の間にちょっとね、ファンが心配するような事態もありました。長与千草が膝を痛めて手術、そしてその後今度はライオネスアスカが腰を痛めまして、これまた病院に長期入院という事態がありました。したがってファン待望のクラッシュギャルズ2人が戦うというシーンがあまりなくなりました。ファンが心配いたしましたが、今また2人とも完全な体調になってがっちりとコンビを組んでおります。まあ、あのクラッシュギャルズ黄金の時代をもう一度という感じでファンも熱狂的な声援を送っているわけであります。ジャガーね、思えば、まあ、あのフジテレビで全日本女子プロレスを中継し始めてね、マッハ組み分けの時代がありました、あの頃も大変なお客様で、それからビューティーフェアでね、黄金時代が来ました、そしてその後はですね、ジャガーが一台を作りました。
ね、はい、そしてデビルがまたその間を抑えてですね、クラッシュギャルズ、こういう時代が来たわけですよね。そうですね、ですからこのクラッシュギャルズの黄金時代というのは本当に女子プロレスの歴史に長く残る伝説の黄金時代であります。しかも今のこの2人は健在というんですから、もうあのコンビを組んで丸4年が経ってるわけでしょう、宮本さん。そうですね、大したもんですね、はい、だからもう5年目に入るね、はい、この秋のタッグリーグ、ここは本当にまあクラッシュとしてのね、集大成といいますかね、はいはい、そういうもうタッグチームの最強のコンビのその試合を見せてほしいですね。そうなんですよね、はい、お互いに2人ともですね、精神的に大きな苦労の時代がありました。そして肉体的も苦痛を乗り越えて今2人が再び新鮮な気持ちでコンビを組んでいるわけであります。そういったまあいわば新生クラッシュギャルズですから。そうです ね、 ね、あの本当に、まあ、今日の試合見てましてもね、はい、なんかもう昔のアスカがね、帰ってきましたよね、はいはい、やはりあのどんなにコンビの結束が固くったって人間同士ってこともありますからね、それに亀裂が入ることはまあ無理もありません。この2人は決してね、あの亀裂が入ったんじゃなくて、お互いにあのもう一回シングルで自分の進む道をしっかりと確かめたいと、いわばさらに大きく成長したいという時代がありました。そして今お互いに自分を見つめ直してまたコンビを組んでいるわけであります。それだけにあの大きな成長が内面的にもありました。ライオネス・アスカ、そして長与千種であります。今日の相手はダンプ松本、そしてコンドル斉藤です。相手にとって不足はありません。なんと100キロをジャイアンツイングであります。まあ今のジャイアンツイングなんか見てますと、やはりあの腰が痛くっちゃジャガーできるこっちゃありませんもんね。そうですね、はい、いやー、アスカは強くなった。強くなったでしょう、ダンさん。すごい。もうね、プロレスラーダンシングさんがずっと見てますんでね、分かると思いますけども、アスカ、完全に昔のアスカに戻っております。体調も十分であります。さあ、2人で鈴形の体勢に入ろうとしたんですが、今度はダンプ松本が長与千種と睨み合い、ちょっとユーモラスなシーンがありました。下にいる選手が体験であります。あーったったった、これはたまりませんね。特に今度の斉藤はもう泣き場所を書いております。どうしたの塩野さん、これはねえ、今あのね、2人でそれ方に行こうとしたんですがね、さすがにダンプ松本身のこなしが早かったですよ。ユーモラスなシーンがありました。そして長与千種はなんとか今のエプロンに戻りましたが、しかしダンプ松本ががっちりと押さえておりました。ライオネス・アスカ、たまったもんじゃありません。大変な犠牲になりました。おーっと、回転を切り替えた、うまいぞ。ダンプ松本、体は大きいんですけど、ミユキちゃん、なかなか身のこなしが早いでしょう。そうですね、でもさっきの言葉がすごい楽しかった、面白かったですね、なんか面白かったね、思わずあの私も実況中継しながら吹いてしまいましたけどもね、はい、ああいったあのユーモラスなシーンもやはりダンプ松本が登場するとあります。そうですね、それからちょっとあのファンの皆さん、長与千種の額の手ね、お気づきかも分かりませんですけども、自転車事故を起こして何かあの怪我をしたんですかね。あ、そうなんですか。それで車にね、自転車でぶつかっちゃったんですって。普通の人だったら大怪我をするところだったんですけど、とっさに受け身を取ってね、あのぐらいの怪我で済んだんだということを今日ファンの人たちに説明しておりました。長与千種、ダンプ松本、長与千種の対戦であります。さあ、阿部志郎のカウント、危ない、左足が伸びております。よく見てもらいたい阿部志郎。さあ、またあっという間の誘いのためであります。思わず悲鳴を上げている長与千種。さあ、ライオネス・アスカ、今助けに出ようとしました。カウントを取られました。ライオネス・アスカ、長与千種苦しくなりました。ダンプ松本の100キロが上から乗っております。これはもう効いてますよね。効いてます、効いてます、シーターの体重乗ってますからね、いやー苦しいでしょう、長与千種。しかし闘志は健在、阿部志郎に対しまして何か噛みついておりますやりますですね。長与がレフリーに文句言ってますよ、そうなんですよ、ギブアップだって、それやってみよう、またやろう、とんでもない、ね、はい、さあ、ロープに打った、おーっと、ライアウト。これはまともにいったカウントはついであります。阿部志郎のカウントが早すぎます、ね、なんか早いでしょ、はい、カウントが。もう1回ロープに振って、今度はどうか、回転指固めが入った、回転指固め、カウントは今度はゆっくりしております。
最初はあの右の方だけにサポーターを巻いておりましたが、今度は左の方にもサポーターを巻いて登場であります。今日はちょっと今度の斉藤は十分な体調ではありません。下がって非常に苦しいところ、その今度の斉藤に対しまして名付け容赦なくストーンが入っております。そしてフライ級時間の長いブレンバスターが入って上からカウントが入る。おっとっとっと、これはなんと仲間へですか。仲間へがうまかった。さあ阿部史郎、今バイオニサースとやっつけて、今度はクラッシュコンビネーション攻撃であります。エルボードロップ失敗に終わりました。エルボードロップは失敗に終わった。そして今度は長与千草の得意技が出ました。塩野さん、はい、ああいったコンビネーションに行くとき早いですよね、このクラッシュはね。さすがでしょ、あれを、ね、聞いてますとね、はい、もう何も相手のことを考える必要ないそうですね。あ、もう自分の考えていることは相手も分かるし、相手の考えていることは自分も分かるというふうに言ってましたか。さすがにやはり黄金コンビですよね。そうですね、はい、さあ、この辺りも誠に見事。さあ、そしてバックを取った、バックを取った、ここはチャンスだ。一発後頭部に乗って、そして今度はバックドロップ完璧に決まった。またクラッシュであるぞ、黄金のコンビネーションきた。お互いの健闘を耐え合っております。円錐切りをさっと出した長与千草、そしてバックドロップを鮮やかに決めたライオネス飛鳥。いやー、クラッシュアーズ見事な復活、ファンの堪能させます。誠に見事なコンビネーションプレーでした。まあ、ああいった速い動きの前にはですね、やはりダンプ松本、そしてコンドル斉藤も手の出しようがないといった感じで、宮本さん、スカッとした勝ちっぷりでしたね。そうですね、はい、まあ、あのダンプもね、本当に最後までクリーンファイトで生かしてましたからね、はいはい、やはりクリーンファイトでクラッシュを上がるのはちょっと難しいですね。そうか、はい、いつもだったらあれでね、試合が入る恐怖が入るんですけどね。そうですね、はい、そして今、ガッツリと決まった2人はですね、あのレフリーが、レフリーの阿部史郎をですね、軽くつまつみ上げまして、今息揚々とファンに応えております。ファンの声援に応えております。いやー、ご機嫌なクラッシュギャルズでした。今日は何かあの楽しそうにジャガー、ね、試合をやったんじゃないですか、2人は。ある意味で楽しんで試合やらないといい試合できないですからね。そうですか、コンビがうまくいかないです、はい、なるほどな。やはりああいう風にね、お互い笑顔で、しかしあの決して手を抜いてるわけじゃなくて、ね、言ってるということは、うん、2人のコンビネーションががっちり噛み合って自分たちの思うレスリングができた時なんですか。そうですね、あそこまで行くとつってばカーですからね、言わなくてももう行動が伴っちゃうんじゃないですかね。三宅レポーターからも先ほどね、ちょっとあのレポートが入ったんですけども、確かに今日は三宅さん、クラッシュギャルズ、まああの体の方も万全になったんですけども、2人のコンビ息というのもですね、前にも増して良くなった、そんな気がしましたですね。そうですね、はい、本当にあの今日はなんか目を見ててもね、生き生きとして、そうそう、本当に通い合ったね、何か本当に、まあ、篠さん先ほどおっしゃいましたように、はい、何か一辺沈んでまた浮き上がった新生クラッシュがね、うん、はいはい、本当に目の前が、そういう風に感じましたね。僕らもあの嬉しくなるような、はい、心から拍手を送りたくなるような、そんなあのクラッシュギャルズでしたね。はい、みゆきちゃん、はい、3回目のプロレス観戦でしたが、もう今日はあの場外乱闘がなくてもう良かったですね。そう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 、本当に花丸をあげたいと思います。わみゆきちゃん、そういえばいつも時々場外乱闘でね、逃げてたから怖いですから、もう椅子引いて待ち構えてましたから。今はねダンプが本当にちゃんとした試合をやってくれるんでね、いいんですよ。構成したんでしょうかね。構成どうしたんでしょうかね。いいダンプさんのところに行って構成しましたねって言ってください、はい、何ですか。いやいやダンさん、いやいや一生懸命早く聞いてください。あ、私にダンさん、ね、いや、実に今日は夏の日にふさわしいね、はいはいはい、スカッとしたやっぱりあの若々しい、はい、今日はレスリング見ましたよ。そうですか。いや、しかしダンプがちゃんと戦えばやれるんですから、はいはいはい、今度はあの戦でやっぱりやって実力でやっぱり戦ったらいいですね。昼間あの官邸で中曽根総理と日本の将来を語り合い、夜はこうして仙台で今度はあの熱のこもったね、女子プロレスの解説ということで、日本の伝統と文化と、歴史になってこの女子プロも頑張っていただきたい。 ありがとうございました。通りに思ってる。どうもありがとうございますということでね、ファンも今日は満足しきった表情で家路に着いております。はい、この辺りで宮城県スポーツセンターからお別れしております。三宅アナウンサー、どうもありがとうございました。ご苦労様でした。
ちは、長友佳奈子です。昭和39年4月20日生まれです。小さい頃の思い出は、幼稚園の頃は、幼稚園に行ってなかったんですよね。なんで行ってないのかな、なんで行ってないか未だに理由がわからない。今度聞いてみます。そんで学校、小学校上がる前は、近所の男の子、周りがほとんど男の子ばっかりなんで、大体同じ年のぐらいの男の子とばっかり遊んでて、あと家の向かいがなんか鉄工場がなんかそういうような関係の仕事で、そこのお兄さんとかにもなんかからかわれたりとかいじめられたりとかして、ほんでこういうこんな風になっちゃった、聞かない性格になっちゃったのかなと思うんですけど、で小学校は、東川小学校っていうところに通ってて、その頃の思い出もやっぱりなんとなく男の子とばっかり遊んでたような気がしますね。だいたい男の子と一緒に女の子をいじめてるとか、男の子を泣かしちゃったりとか、なんかそういうようなことばっかりしてましたね。大体は1年生から3年生ぐらいまではスカートとか履いてたんですけど、髪の毛ももうちょっと長くて、このぐらいかな、まあまあ普通に長かったんですけど、ある時期オオカミカットっていうのが流行って、その髪型にした時に髪の毛ばっさり切っちゃって、それでスカート履いて鏡見たらなんかすごい不似合いだったんで、なんか変だなと思って、その頃からずっと今までスカート履いてない、小学校4年から今まで絶対全然履いてないですね。制服とかそういうの別にして、それがスカートを履かなくなった理由です。小学校の卒業前にアルバム作る時に、先生が二十歳になった3月18日に何をしてるか書けって言われて、それでいろいろ考えたんですけど、みんなはお嫁さんになってるとか喫茶店を経営してどうのこうのが書いてたんですけど、考えてどうしようかなって、別に将来のこともそんな考えてなかったから、じゃあとりあえずは婦人警官になろうっていうことで、20歳の3月18日は婦人警官になってて痴漢を追っかけているって書いたんですけど、20歳の3月18日は実際は、ジャージ着てましたね。そう、やっぱり思ってることとやっぱり月が経つと思いも変わっていっちゃうと思うんで、やっぱり婦人警官になれなくて女子プロレスラーになってしまいました。中学校に入ってからは、クラブ活動に入ろうと思って一応バスケット部に入部申し込んだんですけど、練習を1日も出ないですぐ辞めちゃって、その代わりも何にしようかいろいろ考えたんですけど、小遣い稼ぎに新聞配達をしようと思って、新聞配達朝刊、最初はずっと夕刊やってて、で朝刊に変わったりとか、朝刊夕刊両方やったりとかして、それで自分のお小遣いを稼いでました。あとは思い出はって言ったら、中学校1年生の時にちょうどビューティーペアがテレビに出して、それで初めて見た時、ああこれすごいなと思って、絶対中学校卒業したらプロレスラーになろうと思って心に決めてたんですけど、中学校大体3年ぐらいになるともう受験のシーズンで、みんな勉強しても遊んでなんかいられないっていう感じで、でも受験勉強してるうちにもう女子プロのことはすっかり忘れて、もう一生懸命勉強してましたね。一生懸命受験勉強した割には第一志望には受からず、とりあえず滑り止めに合格したっていう感じなんですけど、そこはすごいハンドボールが強い高校で、試合で一番思い出に残ってるのは選抜大会だったかな。高校の2年ぐらいからだんだん就職の時期が
なんかみんなどこ就職するとかみんなで話してたり、先生、進路の先生とかにも相談したりしてるんですけど、周りはいろいろ将来は看護さんとか、あと専門学校行って何かやりたいとかそういう決まってるんですけど、私は全然全く何にも決まってなくて、でずっとなんか半年ぐらいどうしようかどうしようかっていう感じで悩んでる時に、と学校帰りに本屋さんに寄ったら、そこにパッと目について女子プロレスの本があって、ああ、そういえば中学校の頃憧れてたなとか、もうとりあえず買ってみましょうって2冊そこで買って、家帰ってこうパラパラめくってみたら、なんだって真剣になって、気が付いたら真剣になって見てて、じゃあこれをやろうって、その日から、それが確か10月6日だったと思うんですけど、その日からもう女子プロレスになろう、昔の思いが蘇ってきて、そこでもう将来は女子プロになろうっていうことで、先生とかいろいろ相談して、いろいろ無理だとか言われたんですけど、とりあえずオーディション受けるっていうんで、その日からもう女子プロのための練習をずっとしましたね。雪の中走ったりとか、あと縄跳びとか、筋肉つけるための鉄アレイとか買って、ずっと家の中でもブリッジとかしたり練習してました。高校卒業して1週間、その後1週間後ぐらいにオーディションがあったんですけど、そのオーディションを受けるにあたって、その前に最初履歴書を出したんですけど、この身長と体重じゃダメだっていうことで、残念ながらどうのこうのって書いてあって、そこですごい一晩中ずっと泣いてて、その後もう一回手紙とかいろいろ、ただ私と同じぐらいの人が、ちょうどジャガーさんが同じ身長とか体重で、ジャガーさんもこのぐらい小さい体でやってるんじゃないかみたいなことをいろいろ手紙で社長宛に書いて、それを送ったんですけど、今と昔は違うからみたいな感じで断られちゃって、でまた履歴書出したらまた断られて、もう3回ぐらい手紙書いたりとか、それでもどんどん断りが来ちゃうんで、じゃあしょうがない、諦めきれないから、電話したんですね。そしたら、じゃあとりあえずじゃあこっちにオーディション受ける前に、じゃあここでテストしてあげるから東京来なさいって言われて、そこでまたお金貯めて、東京行って、目黒の事務所で、マネージャーとか立ち会ってくれて、オーディションみたいな感じで腕立て伏せやってみろとか腹筋やってみろとかいろいろやらされたんですけど、でとりあえずここでは一応合格とするから、何月何日のオーディションに行きなさいって、それまでは、まだ腕が細いからいろいろ腕立て伏せとかして筋肉をつけなさいって、それがお前の宿題だって言われて、それからずっとほとんど学校から帰ってくるのが夕方の4時か4時半ぐらいで、それから寝るまでずっといろいろ部屋の中でトレーニングしてましたね。テレビ見ながら腹筋やったりとかブリッジしたりとか、テレビのボクシング中継とかあると3分間こうや腕立て伏せやってて、このコマーシャルの間の1分間の休みの時は休んでみたいな感じでいろいろトレーニングとかしてて、そんでやっとオーディションでは合格できたんですけど、やっぱり入ってみると、やっぱり外から見ているのと中に入ってみるのはやっぱりちょっと違った感じで、最初の頃はもう最初の 1,2 年は頑張るしかないっていう感じで必死にやってて、まあ、辞めたいとかも思わなかったんですけど、だんだん辞めたいなとか思ったのは、下が入ってきて、後輩が入ってきて初めて負けた時ですね。その時、このままじゃいけないなとか思ったんですけど、やっぱりもう1個下、2つ下とか3つ下とか入ってきて、結構体の大きい子とかいたから、やっぱ抑え込みとかでいっぱい負けちゃうから、ここで頑張ってもしょうがないんじゃないかなみたいな感じで、一応体のせいにしてちょっとやめることを
密かに感じてたんですけど、どういうふうにでもやめたら、ここまで苦労して入ったのをやめたらもったいないかなとか、いろいろみんなでじゃあやめようかとか同期の中でも話したりとかしてて、みんなやめたいやめたいって言ってるけど、結局はみんなはやめないだろうなって自分で思ったから、じゃあどうしようってずっと悩んでて、ある時5月かそのぐらいに東北の旅で、ここの胸の骨がなんか捻挫みたいな感じで怪我してて、晒し巻いてたんですけど、医者は1週間ぐらいで試合できるだろうみたいなこと言ってたんですけど、全然1週間経ってやっぱ受け身取ると痛くて、じゃあ治んないんじゃないかなっていうこと、いろいろ電気とかかけてもらって治したんですけど、もう3週間4週間ずっと経ってもまだ試合が満足にできない状態だから、悩んでちょっと試合休ませてくださいってマネージャーに言って、それで一応試合やらないとお金入らないから、じゃあレフリーやってろって言われて、何日かはレフリーやってたんですけど、このままもうずっとやらないと遅れ取っちゃうかなとか結構悩んで、長い旅から帰ってきて、次の日あたりに社長のところに行って、辞めたいんですけどって言ったら、別に社長の方は驚きもしないで、そうだろうと俺もそう思ってたよとか言われて、それでじゃあいつ辞めるみたいなことを、テレビ局のディレクターとかいろいろ話して、そんでその日の大宮スケートセンターで、引退発表ということで、そこで試合が終わってから引退発表をして、その1ヶ月後に6月28日に後楽園ホールで、引退試合、小松美香選手と引退試合をしました。それで辞めて半年ぐらいもう経ってるんですけど、これからは芸能の方で一生懸命頑張っていきたいと思いますので、いろいろやりたいことはたくさんあるんですけど、まだ少しずつ身につけていかない、歌の練習とかもしなくちゃいけないし、いろいろやりたいことあるんですけど、少しずつ頑張っていってと、これからの私を見てください。
Oh!
か、コンビニか。Hey!
経過、10分経過。ベルト持ってる時の試合っていうのは自分でもすごい苦しいし怖いしね、正直言ったら。だけど、なんていうのかな、私っていう人間がもっともっと自分を追い詰めていかなきゃダメな人間になっちゃうし、私やっぱりやりたいこともっともっとあるしね、で夢だってあるし、それにはもっと自分を追い込んでいかなきゃいけないし、その分みんなもう実力ついてきてんだから、黙ってないでどんどん挑戦してきてほしいと思うし、もう極端なんですよ、私は今のジュニアの選手と10番勝負やってもいいっていうぐらい思ってるし、それで負けたらまた自分はもっと変わると思うし、ただ自分は挑戦権が得られなかったからって山崎やプラムみたいな人間がそのまま黙って見ていてほしくない。そんなことしてたらジャパンのカラーなんてできないし、自分たちの夢を自分たちで壊してるようなもんだしね。はっきりして、はっきり言ってベルトね、10番勝負やったっていつ誰にどんな選手に破られたか分かんないし、怖さっていうのはすごいあるけど。